俺は取ったよ。あまりじゃない。で、リオンさんか。リオンさんに関しても言うことないでしょ。なんか、あのコーチ悪いって思った人いる？あのコーチ悪いって思った人、こん中にいる？いねえわマジで、完璧なコーチだったよね。マジで。あんな、コーチのおかげ、俺、一番はマジコーチのおかげだと思うよ。あんなに熱くなれたの。俺ね、あの、リオンさんって、多分、CRカップ終わった後の二次会のなんかその、ハンドシュミレーターとか見てもらったら分かる通り、めっちゃ多分、ふざけたいタイプなんで、マジで。ふざけたいタイプ。結構なんか、あの、あれじゃん、もう指輪っか作ってなんかもう人差し指でうらららみたいなやつで、ローレン、エグゾディアが完成しちまったよとか言ってたじゃん。あのコーチ。だよね、ふざけたいタイプなんて結構。配信スレスレってかもうアウトだよ。俺がやったらアウトだよ。レベルのことも平気でやってたよ、もう、ほんとに。あ、ローレン、ローレン、ローレンみたいなことやってたよ。あんなふざけたいタイプの人が、もう超集中で、俺らがちょっとでもふざけそうになったら、一旦集中して聞いて、みたいな。なら、この一回マップ見てほしいんだけど、みたいな感じでやってくれてたんだよ。全部真剣に。俺、リオンさんに対して、なんかその、これ俺だけじゃなくて、多分リオンさんに対してなんかちょっとマイナスなイメージ持ってた人が、まあ、めっちゃ少ないかもしれないけど、いたかもしれないんでね、その、けどそれがマジで180度変わったと思うけどね、俺、本当に。マジで。いい人すぎた、マジで。それも良かった、本当に。今回通して。コーチいいよ、本当に。リオンさんいい人だよ、本当に。呼ばれたもん、俺。スクリームボコボコにされた後、呼ばれたもん。ローレン、ちょっと来てって。大丈夫か？みたいな。でも、やばいかもしれん、みたいな。言ったら、本番大丈夫だよ、みたいな。本番大丈夫だよ。もう見ててわかる、みたいな。本番大丈夫なの知ってる、みたいな。分かってるよ。もう、ほんま大丈夫だよ、みたいな。めっちゃメンタルケアしてくれたよ。そう、あの後。もう分かる、みたいな。もう分かるよ。やって、みたいな。もうロレン、ほんま大丈夫だから。もう関係ないよ、ここは、みたいな。からのあのデスマッチね。からのあの4人でデスマッチで。そんなこと言われたのに。そんなことお互い言い合って、マジありがとう、とか言ってたのに。お互い。これで元プロマとか言って、倒したりとか。あ、ローレンでとか言って。これでリーダーマみたいな。からの、それだった。うちのリーダー弱えみたいなの言われたりとか。ほんとに。からのそのデスマッチだったからね。ほんと。全員ビリーミリガン。全員人格ある。いろんな。俺らだけ6人じゃない。12人でやってた。CR カップバロラントに俺らだけ12人で挑んでた。